前科3番893番正義太郎です。本日のお話は敵屋組織が解散するという話ですね。静岡県の東部に拠点をする暴力団、まあ、あえて私はここ今回も解散したんで名前を言わないです。というのは解散したくてしたわけじゃないというふうに私は見ているんですね。何かマスコミの取り上げ方は暴力団組織が解散みたいなね、セレモニー的なことやって警察署長が移って何をやってんだろうなって、こんなことっていうのが本音です。いや、なんでだっていうかもしれませんけど、この話を聞いてください。そもそもこの組織っていうのは、ではいわゆる皆さんが知っているようなヤクザ組織をしていたかというと違うんですね。で、わからない、みんな一緒だろうっていうふうに思っちゃうと全く違うんですね。これは、もう数十年前に主力のそのいわゆる暴力団組織的な活動しているところは別のところにもう出てって分離して主に敵屋組織として活動していくわけです。その組織のあらましといけば、昔からもう60年の組織って言ってますけど、隆盛を極め暴力団組織バクト系とか、その要はグレン隊的なものとか、まあ、攻撃性が高いものがそういう大きなその敵屋組織に入っていって、そこから分離してバクト系というかいわゆる暴力的な組織に分裂していくっていうのが、これはどの地域でもあって、やはり敵屋組織が駆逐されていくような情勢があったわけです。このバブルの時代をともに。そんなもんね、高松ちゃん、そんなもんなんかたこ焼きなんかやっておれるかみたいな雰囲気で、私もそうだったんです。私も子供の時、この40年ぐらい前ですよ、そっちの行く道っていうのは考えなかったんですよ。やっぱり働いてそんなたこ焼き焼いたりトウモロコシ焼いたりそんなのやってられるかと、やったことがありますけど、そんなそういうことをせずともして楽にして稼げた。ところが時代は変わり、もうリーマンショック以降、いろんなお金が動かなくなっていった時に、やはり真面目に敵屋さんをやってるところが残っていくんですね。資金もあって、本当に少し前、このコロナ前だといい車乗っていい家に住んで、いや、みんながみんなじゃないですよ、その親分的なその自分で切り盛りできるような方たちは安定していく、そこにはもう途中で暴対法が厳しくなってヤクザと分離してやっていっている組織もあるわけですね。もうこれ中ではつながっているんだけど違います。外商組合とか何々商店とかっていう形で、ちゃんと届け出を出してっていう風に、やめたくないけどやめて生活のために敵屋組織に行こうっていう方たちが多くいたわけですよ。それが今の現状なんですね。で、そうなっていった時に、最近特にこのコロナ明けてからが厳しくなって、警察は何を思ったのか、もうあの暴力団に締め付けれるとかもうないのかもしれませんけど、敵屋組織に今度目をつけるようになっていってるわけです。そこに関連しているところ、つながりがある、薄いつながりをめくっていって、要は敵屋を出店させませんよっていうことになってくるわけです。まあそれはそれでいいでしょう、もう暴力団関係ということであるならば。だけども実際そこで生活している人たち、皆さんお祭り見てみても、女の人だ、年齢がいってる人とか、昔は元気良かったんだろうなっておじさんとかがいるとは思いますけど、入れ墨を出しちゃいけない、指の欠損を見せてはいけないとか、かなり厳しい縛りがあってやっているわけですね。で、儲かっているようで毎日やってるわけじゃないから、その日の売り上げが何十万あったところで全体と見てみればそんなに儲かってるわけではないんですよ、やっぱり。で、原材料費の高騰、それから燃料代、発電機とかでやらないといけないし、ガスボンベ、このガスボンベもまた難しくて、地域によってはなかなか買えない、ああいったもので移動するようなガスを売らない、買わせないみたいな形があって、遠くに行かないと買えないとかっていう地域もあったりするわけですね。だからこういうことを言っていくと、もっと締め付けがあるから言えないのと、最近だとヤクザではないんだけど暴力団関係者とつながりがあるというだけで、この人間はダメ、この人間はダメ、地域によれば届け出とその人間が確認しないとダメとか、もうそのお祭りのところに見に来て、高町のところ見に来て、これが合ってる合ってないっていうことをやると。まあそりゃそうなのかもしれないけど、結局やめていきなさいと、もうやるなと、前科があったり元暴力団というのは一切排除っていう方向です。ただ私が思っていたのは、法制支援うんぬんかんぬんっていう風になった時に、どこから行けれるのかなと思ったんです。企業に勤めれない、お店ができる資金があるわけじゃない、まずこの出来屋のところで働いて、それからキッチンカー、そして自分の店を持つっていうプランしかないなって思ってたんです、正直言うと。
なのでそういったことをいろんな形でやろうと思ったんですけど、もうここもダメです。いつ中止になるかわからない時に、テキヤのお店って言っても安かないです。サンズン、それからお店の例えば鉄板だっていろんなもの、ちょっと私も専門家じゃないとわからないんですけど、一通り揃えて数万円ではないんですよ。やっぱり数十万ってなるわけですよ。それだって最初に設備投資がかかるわけですね。で、お前元ヤクザだろ、お前どこそこそ誰と知り合いだろって言ってやめろって言われた時点でもう終わってしまうんですね。当然その移動する車もいるっていうことだと簡単にできることではない。でもそういったところからも締め出す。で、今回この50代の総長という方が多分辞めたくないけど不起訴になるようなことですね。で、逮捕しといて、で、結果もしこれを続けていくなら解散しろと、形上って完全にその名前を、暴力団っぽい名前をやめて解散した上でやるならいいよという形になったのか、本当にさせないのかっていうことだと、これはなんかさすがにここまで締め付けなくてもいいよな。じゃあどうやって食べていくんですかっていう話なんですよ。もしそれをやらせないっていうなら、今まで何十年も敵屋ということでやってきて、子供のとこから、簡単じゃないですよ、簡単じゃないですよ。それをやることを、技術を身につけて露店という形をやって、それがダメだって言ったらどうすればいいんですかって話なんですよ。でもそこに至るまでは別にこれは合法で適法だったのが、もう何のこの出店許可のどういう理由でこの逮捕っていうことが、私は多分詐欺容疑で逮捕された、露店の出店権利を騙し取ったというようなことなんですね。まあここの内容は深掘りしてないわからないんですけど、結果ここからまだ続けていくなら、これ以上やるならもう逮捕になるよっていうことだと思うんですけど、まあ警察署に訪れて最近の社会情勢などを考えた結果、私の代で解散すると、関係者にも復活させない。県警捜査4課の課長は、解散は暴力団排除に大きな意味を持つ、今後も関係団体と連帯して排除に努める。いや、それは分かりますけど、だったらもう暴力団禁止法っていうのを作って全部解散ってさせればいいんじゃないですか。こんなトカゲの尻尾切り末端みたいなことは、暴力団禁止法、現在ある暴力団を一斉解散でいいんじゃないですか。これはそうすれば分かりやすいのに、そこからゼロベースで立て直すこともできるし、生活基盤も今の状態だったら、どうやってこれをこの今後どうで、こっから5年縛りがあるわけですよね。おそらく5年縛りがあるわけだから、いろんなことも何もできないし、で、これどこかの形で違う形で、これ敵屋さんを普通にやらせてもらえるならいいんだけど、したくない解散をさせて、今度は誰もこれを生活の保障なんかしてくれとかそういうこと言ってるわけじゃないですけど、やれなかったら本当にこれ、ああそういう生き方を選んだ、そういう職業を選んだっていうことがいけないのかと。で、ここは誤解を恐れずに言いますけど、敵屋さんっていうのは血脈相続です。これほとんどの方知ってないと思いますけど、おじいさん、お父さん、その子供っていうのが代々伝わっているんですよ。実は意外とも家族経営でやってるんですよ。それをこういう形でその一つのファミリー的なものがなくなれば、いや何数名しかいなかったっていうことなんですけど、多分その家族の人や奥さんや親戚の人とか女性だとか お年寄りの人たちが名前上は登録をしていてやっていたと思うんですよね。そういうことがちゃんとつながっていけばいいんですけど、じゃあもうこのお祭りとかそういうイベントでも敵屋さんを排除すると、もうこれはおかしいと。でも私に言わせたら、これも歌舞伎やそういったものと一緒の伝統文化じゃないんですかって、これは違うんですか、ここだけは違うなら、あ、もうそういうことして売ってるところは、食べ物売ってるのは伝統文化でも何でもないと、危険極まりないということであるなら、そういうことを言ってもらった方がいいですよ。あ、こういうことやっちゃいけないんだ、ああいったような露店みたいなことでたこ焼きとかお好みとか、ああいうものはダメなものだということを表現してはいけないというものなら言ってもらった方がいいです。なんで私こういうこと言ってるかって言ったら、いわゆる役所関係とか町の自治体のイベント会場で、ああいった形式の露店を排除する動きがあるんですね。何かお店が出しているテントでやるようなブース的なものはよくて、でも何センチ以内どうのこうの、あのサンズンと言われるような形のやり方はダメですよ。それは何かって、暴力団っぽいから。暴力団ではないんですよね。でも皆さんそれは混同してるわけですよ。中にはそういったところもあるのかもしれません。これは地域地域に根付いたような伝
伝統文化だと私は思ってます。食の文化ですよ。まあ今ちょっと違うこと、いろんなとこからこれは食の文化だこうだって言った時に、そよそからどうこう言うんじゃないって言っても、これもそれぞれ地域地域にやってやり方が違うんですよ。だからこれをもうある一定地域の静岡県のそこのところをそういう風にしたっていうことはどんどん、まあ、他でもうそんなにないんですけど、やっぱり名門と言えば名門なんで、はい、でも私がここの組織のところをヤクザ関係としてどうこう聞いたこともないです。この5年やってますけど、そこのニュースを上げたこともないですよ。そこの組員がどうこうなって分かりませんよ。何かやってるのかもしれませんけど、いわゆる広域組織とすればその犯罪傾向が著しく低いと思います。でもそれもダメだっていうならもう致し方ないんですが、まあなんか私にしてみれば、ああこういうことか。で結局これってどういうことか、その地域その名前そういうことやっていた人たちがこう蔑まれるようなね、ような見方をされるんでは、それは本末転倒だと思いますけど、これは警察の人たち本当にこれが正義だと思ってやっているのかなと私は聞いてみたいですね。これが正しい、犯罪を撲滅したんだって本心から言い切れるなら、私が間違ってるんですかね。これはそんななんか違うと思うんですよね。わかりませんよここの内容のことは。だから私は内容がわからないからここの組織のことを言ってるわけじゃないです。私が今調べてる中でそういったことをね、もう一回再チャレンジしようと思って働いてたら、自分はヤクザでもないし暴力団関係でもないのに、そこの関係者だっていう理由でもうそういうこともやめろと言われたと。その年になって働き先もないと。じゃあどうすればいいんですかっていうようなことを聞くに及んで、どうなのかな、これが本当にこれが正義なのかと不思議に思う次第というお話です。以上です。